夢の七色ハッピープロジェクト。夢の七色ハッピープロジェクト。皆さんこんにちは。はい、本日も始まりました夢の七色ハッピープロジェクト、 MC のメモリーズシンガー夢です。この番組はですね、懐かしい音楽を中心に様々な角度から皆様に幸せと笑顔を届けするというね、趣旨の番組となっております。今回はですね、岐阜県可児市で鉄板焼き金蔵をやっております金蔵さんです。よっ、よろしくお願いします。いやでもね、実は今回今、お試しも入れて3回、番組させていただいてて、今回4回目なんですけど、音楽関係じゃないゲストさんが実は初めてで、はい、金蔵さんが初の、はい、音楽関係がね、初の、なんか焼けてますね。画面越しに見たらすごい焼けてますね。木戸さん、ライトで今ウォーキングやってます。あら、そうなんですか。だんだん黒くなってきてます。あら、いい感じで焼けて、本当にさすが鉄板焼きというかけてますね。ということで、はい、早速ですけども、じゃあ木戸さんのね、皆さんね、可児市っていうとどうだろう、やっぱり最初に出てくるイメージっていうのは、多分ゴルフっていうのね。あ、そうですね、ゴルフもやって、あの黒くなってます。あ、それもね、あれはね、結構いろいろやってもるって言ってますよね。そうですね、もともとは、ゴルフ10年ぐらい前に始めて、コロナ禍で結構集中してやるようになって、はいはい、あら、それは焼けますよ。そうですね。まあ、ゴルフってイメージあるんですけども、ね、金蔵さんがどういった鉄板焼きをやってるかっていうのはね、やっぱね、知っていただいて、いや、私も何回か伺ってますけど、本当にね、美味しいんでね、紹介したいなと思うんですが、じゃあ早速ね、写真を、はい、アップしていただきましょうか。はい、ここでね、場所はどこら辺になりますかね、分かりやすく言うと。そうですね、カニ、JR のカニ駅と、名鉄の新カニ駅からですね、徒歩5分ぐらい南下していただくと、一応駅からは一番最寄りの飲食店になるかなと思うんですけど、はいはい、金蔵で入れると出てきますかね、マップとか。あ、そうですね、すぐ出てきます、 Google マップで、はいはい、この鉄板、この、ね、看板が目印になってます。で、他にも、ね、メニューがあって、まあ、じゃあ次の、結構看板的な感じじゃないですか。そうですね、これは広島焼きなんですけど、私が広島県の福山市出身でして、でそこ の、まあ、名物というか、広島といえば、まあ、広島焼きが名物なんですけど。ですよね、はい、でも広島焼きっていうと、なんだっけ、麺と卵っていうのが、まあ、お好み焼きの、まあ、あ、そうかそうか、例えるとミルフィーユって、まあ、重ね焼きなんですけど、もともと発祥っていうのが一銭養殖っていうのが、そもそものお好み焼き の、 語源なんですけど、一銭養殖から、まあ、関西では混ぜ焼きという混ぜたものっていうのがお好み焼きになって、で広島では広島焼きという風土がこう育ったのは、その一銭養殖に割と近い形で、まあ、生地を敷いて、そこにキャベツ、豚肉で麺、卵というものをこう重ねて焼いていくっていう、そういったものがまあ進化して広島焼きっていうものが出来上がったっていうイメージですね。あ、そういった経緯があるんですね。はい、なんで結構日本全国お好み焼きっていうと、はい、まあ、その土地に合ったそういった派生の仕方してって、それぞれできたっていうので、まあ、なのでずっとお好み焼きっていう、まあ、人の好みに合わせて、あ、まあまあ確かに、育まれてきたみたいな。だからお好みか、はい、あ、そっかそっか、なるほどな。いや、いや、だから金蔵さんのなんか広島出身だから、もう本当に広島焼きが食べたいっていう方はね、もうこの岐阜の可児市でその本場の味が楽しめるという、はいはい、形なので、これはぜひね、食べていただきたい。私もまた食べに行きたいなと思いますけども、では次の写真をお願いします。これは焼きそば、あ、なんかあれだっけ、お肉がなんか、そうですね、まあ、こちら普通の焼きそばって大体蒸し麺を使って焼くんですけど、うちの麺は生麺を茹でて、それを鉄板で炒めて、で生麺を使った焼きそばを提供しております。はあ、なんかその感触としてはどういった違いなんですか、普通の焼きそばと違う。
やっぱもち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 と、あとやっぱ食感がですね、うん、もう少しあの芯があるというか、はい、まあ、コシが強いというんですかね。あ、いいですね、はい、食べたい。なんかね、このお肉もさ、ちょっとこの私大好きなんですよ、脂身が。あ、はい、こういい感じに光ってね、美味しそう美味しそうとか言ってはい、でこれが焼きそばですね。でもまたちょっと一味違う。でこれが内装ですね。あ、なんかリフォームされたんでしたっけ。あ、リフォームは大体13年前にオープンして、はい、あの内装自体は変わらないんですけど、はい、はい、まあ、宴会とかあの個別利用もできるような作りになってます。2階がですね、ちょっと改装はしたんですけど、はい、あ、そうでしたね、個室で組んだってっていう話したら、はい、あ、そうです、ね、はい、なんか前は和室、1階の写真です。そうです、前は和室だったんですけど、2階にあの個室 の、はい、あのテーブル椅子席もありますんで。あ、何ぐらい最大で、はい、そうですね、2階だとまあ16名ぐらいは。結構入りますね、はい、じゃあそこで個室でみんなでまったりも、まあ、食べられるよと、はい、静かに食べたい方は、はい、ですし、まあ、2名とか4名とか、あの、そういった利用でもできますので、うん、はい、ちょっとあの人目につかないとこで食事したいって方にも、うん、そういう方もね、お見えになりますからね、はい、はい、こういう感じで。ちなみに左側のね、椅子のあるとこはカウンター席になってて、まあ、大将とかね、皆さんがこう鉄板でね、はい、パーって焼いてくれてるのを見ながら食べることができるっていう、ね、そうですね、ちょっとここ映ってないんですけど、オープンキッチンみたいな形で焼いてるところも全部見れますので、うん、ね、またそういうのもいいですね、はい、大将とね、こういろいろ話を組み、ね、話しながら飲みながらって、多分そういったのを目当てに来られてる常連客さんもね、そうですね、はい、まあ、さっきもちらっと話してたけど私のね、お父様お母様のね、よくご存知でいらっしゃるんですけども、あの別々でお知り合いになって、はい、そうそうそう、またさっきもね、もうそれ話すと止めらなくなるんで、まあ、小出しにしながら、はい、はい、では次の写真を、はい、これはこれはですね、あの、ネギとミンチが乗ってるんですけど、はい、まあ、こちらの名古屋に来た時、私も13年前にお店オープンして、はい、こっちの岐阜県に来たんですけど、うん、まあ、こっちの名古屋の文化で、あの、うん、台湾ラーメンのミンチで、おーおー、はい、うん、それがまあ結構美味しいなと思って。美味しいですね、はい、でまあ、そういったちょっと広島の文化、食文化の広島焼きに、こちらのまあ名古屋とか岐阜県でも、はい、あのそういうスタミナ系のラーメンっていうと、うん、まあ、ニンニクとか、うん、あのそういったものが入ってるんですけど、うん、まあ、そのミンチの味付けをなんかちょっと融合させたいなというのがあって、はい、作ったのが広島これネギまみれっていうメニューなんですけど、美味しそう、はい、これかなりリピート率も高くて。これって結構最初からありましたか？いや、メニューとしては結構、まあ、作ったのどうですかね、でも5年6年前とか。そうなんですね、はい、ちょっとその某有名店に行って、うん、そのミンチの作り方をちょっとあの見させていただいて、うん、はいはい、それを味コピーして、おー、はい、絶対美味しいじゃないですか。なんかやっぱ結構ね、そのひき肉自体 その台湾の味付け自体も濃いから負けないですもんね、きっと広島焼きと。そうですね、まあ、あと酒が進む味付けになってますね。あ、はい、じゃあ このメニューもおすすめと。そうですね、はい、ですね、じゃああとはい、次、そうですね、あとコース料理もありまして、はい、あ、やっぱ広島からの輸入牡蠣ですか。そうですね、広島から取り寄せてる牡蠣のカリカリ焼きというメニューと、はい、あと実はその私大阪にも1年ぐらい住んでたことがあって、はい、うちではあの関西風の混ぜ焼きも食べれるんですけど、うんうん、はい、でそれがあの左側のメニューになってまして、はい、で手前にあるステーキっていうのは、うん、あの岐阜県やっぱり飛騨牛が有名なの で、 ですね、ただ今飛騨牛ってあのめちゃくちゃ CM も高くて、え、そうなんだ、はい、うん、今はね海外ですごい人気になって飛騨牛が、そうです、岐阜県もっと誇りを持ってほしいですね、じゃあ、まあ、岐阜県でも当然人気は人気なんですけど値段がやっぱり結構上がってて、はい、でもその中で自社のオリジナルの牛を育ててるところがありまして、はい、でそこがまあのヨーロミートさんっていうところ、ああ、めちゃめちゃ有名ですね、そうです、そうです、ヨーロミートさんって、はい、であの自社の牧場とかを持って見えて、うん、でそこからお肉をあの、まあ、オーダーカットで仕入れさせていただくんですけど、はいはい、本当にあの飛騨牛と変わらないようなあの、うん、ヨーロハーブ牛っていう、あ、へー、
なんですけど価格は割とお値打ちで、うんうん、味はまあ本当飛騨牛に引けを取らないような、あそうですか、はい、もので、はい、なのでこれリーズナブルにちょっと提供することができるんですけど、うん、これまあコースのうちの今3品6品7品、これにあと2品ぐらいちょっと写真乗り切ってないんですけど、うん、ついてコース料理で3000円からえ安くない？はい、そうです。これでこれプラス2ついて3000円ですか？そうです。1人、はい、大丈夫ですか？利益、はい、っていうコース料理もご用意してるのですごい、こんな肉食べてさ、あの広島って言った牡蠣がね、うん、美味しいと思うんですよ、はい、うん、プラスあとねこれ乗ってないのがサラダと、うん、で鉄板焼きのメニューで、うん、あの豚キムチとか、うん、あとまあ明太チーズピッツァっていうオリジナルのメニューがあるんですけど、絶対女の子大好きじゃないですか、はい、そうなんですよ、そういったものが全部ついて、うん、はい、お一人様3000円から、うん、であとまあヒレステーキとか、うん、他のまあ飛騨牛のステーキも当然ご用意してるんですけど、うん、はい、はい、なのでそういった価格帯からご利用できますので、あじゃあもう5000円でやってとか、あそうですね、5000円だと思うんで、その2時間の飲み放題つけてっていう会社の宴会とか、はい、まあ、そういう友人同士で今日5000円でじゃあ4人でコースでお願いしますとか、うん、そういった利用がしてもらいやすいですね。なるほど、すごいですね、はい、皆さんぜひぜひ、これはかなりお値打ちだと思います。いや本当に美味しいんで、鉄板焼き美味しいし、うん、あとなんか豚の、私豚のステーキだったっけ、あ塩麹ステーキですね、かな、はい、もう私あれがすごいもう思い出に残っててもう最近行けてないからね、そうですね、あれなんですけど、あ、はい、これはあこれはですね、これケータリングでヒレステーキを塊で持ってって、まあ、カットして焼いたんですけど、あの会社の宴会なんかでケータリングもやりますので、おーすごい、はい、もう今からの時期なんでバーベキューシーズンだからもうね、そうですね、とか結構多いのはあの4月とかに新入社員の歓迎会とかを会社でやりたいとかっていう時に、はい、まあ、鉄板持ってって、うん、食材とかも全部こちらでご用意して、はい、でまあ、その目の前で焼いて配膳までやって準備片付けまで全部やるという、うん、全部やってくれる、はい、こちらもちょっとあの当社のホームページで宣伝はしてるんですけど、あホームページはどうやって検索したらよろしいですか？そうですね、鉄板焼き金蔵で、ちょっともしかしたらスタッフさんが出してくれるかも、あそうです、ほら、はい、ちょっと準備中でやっぱ有能なんで、はい、とか言って勝手にえすごいですね、しかもヒレ肉もまたちょっと霜降りがね絶妙な感じで霜が入って ね、 そうですね、これも美味しいですね、絶対美味しいですよね、はい、サーロインステーキはまあその肉の王様と呼ばれてるんですけど、こっちのヒレはまあ肉の女王みたいな、あ、はい、なるほど、あの上品で美味しい赤身のステーキですね、またねそのあれですよね、ちょっとこのなんだっけカロリーを気にする方とかでも、はい、ヒレの部分だったらね、はい、あのなんだっけあんまりねそう気にしなくてもいいですね、ゆっくり、はい、柔らかくて美味しい、いやお肉大好きちょっとお父様に頼もうかなあそうですね、こちらホームページで、うん、はい、ありがとうございます、これ岐阜あ蟹市金蔵とかで調べてくださったのかな、これで出てくる感じですかね、はい、うん、こういった形で、あんで下 の、 あの動画が見れるようになってるんですけど、うん、ほうほうほう、はい、あじゃあちょっとそれをそちらも会社にお邪魔して目の前で焼いてっていうですね、うん、えこれ、はい、わー美味しそう、これ何人前ぐらいですか大体、この時はね100人ぐらいの会だったんですけど、あこれ美味しいよねこれ、あすごい、はい、この時は別であのお寿司屋さんとか、うん、あの別の店舗も、うん、あの参加していただいて、うん、はい、なので目の前であのお寿司握ったりとか、あ最高じゃないですか、ステーキやったりとかいろんなものを金城さんが頑張ってる100人か、こういったことも全部ね準備してくださるんですね、そうですね、やっぱ結構こういうの会社でやられてるところ多いとは思うんですけど、うん、やっぱ準備片付けが大変なんで、あそうですよね、はい、なかなかその会話をしたりとかコミュニケーション取る時間っていうのが減っちゃうと思うんですけど、うん、まあ、こういった仕事全部バッと委託してもらえればこちらで全部手配して、うん、はい、まあ、従業員の方同士がコミュニケーション取れる時間が長くなるっていうメリットがあるかなと思います、うん、素晴らしい、皆さんぜひぜひケータリングでもねあのお問い合わせしてほしいですね、これってあのお問い合わせもこちらのホームページから
問い合わせすることができる。あ、そうですね。あ、まあでも、まあ、電話していただくのが一番早いですかね。ああ、はい、それだったらそっか、あの Google マップとかここに書いてある電話番号ですね。そうですね、はい、どちらになるかな。あ、この0574-429483、はい、ですね。あとは、まあ、あのインスタグラムとかもやってますので、うん、そちらに直接メッセージいただきましても、はいはい、すぐ反応させてもらいます。 あら、私インスタってつながってない？あ、そうですね。また後でちょっとね。え、キンゾーさんは何でやってますか？はい、鉄板焼きキンゾーで確かやってるはずです。やってますか？ちょっと今調べちゃおう今調べちゃおうとか言って、鉄板焼きキンゾーさん、はい。あと、まあ、こういったステーキ弁当とかもやってますので、うん、はい、美味しそう。え、何人前からとかってあります？あ、特に、まあ、本当あのご注文前日にいただければ何人前からでもやります、うん、あ、前日までだったらいいんですか？そうですね、まあ、さすがにあの50個60個とかでしたら、うん、あのもうちょっと前から、はい、あったあったあった、これだ。なるほどなるほど、ね、これね、はい、はい、今フォローしてもらさせてもらいました。まあ、すごい、皆さんぜひぜひ、あの鉄板焼き金蔵で、あのインスタも出てきますんで、ぜひ皆さんもフォローしてください。すごい美味しそうな、ね、写真がいっぱいあります。はい、いや、私もね、またちょっとお父さんに渋るかもしれんけどもぜひご一緒に、ちょっと、はい、食べたいって。うわ、これもあのケータリングの商品ですね。うん、はい、で、どんな、奥があれですね、あのなんだっけ、ニンニクのホイル焼きで、はい、とアワビ、アワビですね。うわ、はい、そんな豪華なものまで食べれるんですね。そうそう、まあ、もうご予算に合わせて、うん、この時はあの20名ぐらいの会だったので、はい、はい、すごい、で結構いい予算あのいただいたんで、はい、まあ、ステーキとか、はい、それとアワビとか牡蠣とか、うん、そういったものも全部含めながら、うん、うわー、やっぱ、わ、すごい。え、そういう海鮮系だと、はい、何、あのやっぱ、広島の方からお取り寄せするんですか？いや、結構ね、こっち側も、うん、やっぱ三重とか、うん、この近隣、まあ、富山とかから、うん、いい魚介が入ってたりとか、うん、はい、するので、広島から取り寄せてるのはもう牡蠣ぐらいですね。そうなんですね、はい、いろんなとこから、ね、今マップ出していただいてますけど、はい、どのあたりが 駅なんだ？駅はね、あの川を渡ったらすぐなんですけど、うん、あ、そうなんだ、川向こうなんですね、はい、まあ、距離にしてでも 500m ないので、うん、あ、じゃあ一本道でずっと来るだけ？一本道で来て信号左に曲がると、うん、まあ、100メートルも来れば見える、あ、見えてくる感じです。なるほどですね、はいはい、こんな感じで皆さんのね、 Google マップはね、結構入れてる方多いと思うから、うん、ね、鉄板焼き金蔵って調べるともうすぐ出てきますので、はい、まあ、駅から近いんでぜひよろしくお願いします、はい、ということで、じゃあね、一回じゃあ、スポンサーさんのね、私の番組のスポンサーさんの、短いですけども CM をとりあえず一旦挟みたいと思います。よろしいですかね、 CM どうぞ。ビビはい、そんな感じ、こんな感じでね、今短いけど、でこれはお世話になってる先生にジングルの曲作ってもらって、はい、で、声は一応私が、はい、歌ってやらせてもらって、あの声やっぱりそうなんだ。あ、そう、あ、分かりました。なんとなくそうかなと思いながら、もっともっとなんか私が昭和歌謡をやりすぎて、お前演歌っぽいわとか言われながら、いや、もっと子供っぽく、もっと子供っぽくとか言って撮ってたんですよ。そう、なんかそういう歌謡曲系のイメージがあるんで、うん、一応お邪魔した時、あ、東さん、はい、あ、そうですよね、うん、ありがとうございました。そう、東さんっていうね、飲食店でも、うん、ライブやらせていただいた時にね、うん、ありがとうございます。そうだ、そんなこともあったなあったでしょう、ね、なんか歌わなかった沈む夕日にって、なわかんない、あんなこと、こんなこと、ね、あの歌あるちょ、それ思い出しちゃった急にね、はい、じゃあね、はい、ジック、次のちょっと話題なんですけども、まあ、なんでじゃあ今回金蔵さんを呼んだかというとね、実は今週になるのか、だから7日だからそれね、8月12、13日にね、お祭りがカニで、はい、こういった感じでね、はい、行われるんですけども、で金蔵さんはその飲食店の統括というかね、あ、そうですね、ね、はい、そういった形で今動いていらっしゃるということで、はい、はい、どうですか？
そうですね、うん、まあ、結構祭り自体土曜日の花火がメインなんですけど、はい、実はあの日本一打ち上げというか、うん、あの打ち上がりの低空花火みたいな、うん、低空低空そうなの？そうなんです。あの昔事故があった関係で、はい、あの打ち上げ花火ができなくなってて、うん、吹き上げ花火というものなんですよね、うん、だから実はちょっと花火を目的に、うん、あの皆さん見えると、うん、ちょっとあのうーんっていううーんってなっちゃうんだ。ただその分あの予算とか人員とかもやっぱすごい、うん、あの大人数の方が、はい、あの協力して作るお祭りなので、うん、イベントとかがやっぱ充実してて、はい、はい、なんかね、あのありましたよね、この次のかな、写真でいろいろイベント、あ、これかな、あ、そうですね、この次の方が分かりやすいかな、この次か、はい、これがメインのスケジュールなんですけど、あ、時間のスケジュールで、あの、はい、実際花火が8時10分か12日土曜日の20時10分から一応まあ低空でうんっていう、うん、まああんま期待しすぎないでねと、あの、ね、あんまちょっと事故のね、はい、関係で関係でね、はい、そんなただまあ距離は近いですし、うん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 、はい、やっぱ見れるのがね、花火見れるっていうのがやっぱり一番嬉しいですよね、はい、みんなでそういった時間を共有できるっていう、そうですね、で、まあ、その花火がそのできない分、うん、その、まあ、吹き上げ花火、うん、あのの分、うん、イベントにすごい力を入れてるので、そうなんですね、はい、あ、ちゃんと盆踊りとか昼から、はい、やってるんですけど、まあ、盆踊りプラス、うん、あの魚つかみですとか、うん、この下かな、釣りか、この釣りですかね、この釣りの、はい、あ、これとこれとその次ですかね、あ、この次か、ポスターがあると思うんですけど、ごめんなさいね、これもね、盆踊りの時のね、写真が開いた感じで、みんなじゃああの音楽流しながら、まあ、周り取り囲んで、はい、こうわーってやれる、あ、そうですね、これもある、はい、あ、これだ、これか、あ、そうです、はい、ここにそのイベントが全部載ってるんですけど、うん、なんかめちゃめちゃいっぱいありますよね。そうなんですよ、結構お子さんが喜んでいただけるようなイベントになってて、うん、はい、水鉄砲、水鉄砲魚つかみ、魚つかみは250名、まあ、もうちょっと席が埋まってるかもしれないんですけど、うん、あのお子さんが掴んだ魚をその場で焼いて食べれたりもするので、うん、そんなことできるんですか、はい、え、それって予約制なんですか。あ、そうですね、予約制ですね。へー、はい、250名、魚はどういった、もうなんか一種類、あ、一種、ま、マスって言うんですかね、ああ、ああ、はい、え、掴んで、え、それめちゃめちゃ楽しいじゃないですか。そうですね、とか、あの去年初めて好評だったのは、うん、あの働く車で、あの実際にパトカーとか、うん、消防車とかに乗ったりとか、あの中を見たりできるっていう、うん、そういった広場もありますし、はい、私それで思い出したわ、なんかね、私多分5歳ぐらいの時に、うんうん、ただあのパトカーの後ろの席乗ったことあるんですよ、はい、なんでだと思います、え、じゃあ放浪癖があって、はあ、まあ、なんかお父さんと多分外に出てて、はい、でなんかお父さんがやってた時に、はい、なんか暇で近くの公園で一人で遊んでたんですよ、はい、そしたら通報されちゃって、はい、でなんかタクシー、あのパトカーの後ろにそなんかちょこんって座ってた記憶がめっちゃあります。多分その後多分お父さんかお母さん来られたんだろうなと思うんだけど、うまい子で補導されちゃった、補導されちゃったあと三輪車でさ、こう、はい、あの何線路を越えて、はい、なんかあのそれ鴨通り、こう、あ、はい、あそこまで、はい、昔そこに住んでたの、その時、はいはい、で3人下でこう行って3歳ぐらいの時に、うん、あ、4歳かな忘れたけどね、でなんかお兄ちゃんお姉ちゃんが可愛がってくれて、はい、で農林って動物いるじゃないですか、うん、だから牛さん触ったりとか、はい、なんかして遊んでた記憶がある、すんごい放浪癖やばいな、その時から私は自由人だったんだなと思うんですけどなるほど、うん、そんなね、まあ、そういう乗り方良くないけどね、お祭りで乗れるんだったらもう健全な乗り方だからみんなそうですね、楽しんで、ぜひぜひ楽しんで、あの健全なに遊んで、あの楽しんでほしいですね、はいはい、でここで結構、うん、あの飲食の扱いはそんなに、うん、あの少ないんですけど、はい、毎年あのね、うん、テキ屋さんが44店舗、うんうん、あの出店してくださってて、うん、本当にいろんなあのテキ屋さんが出てて、
で今年はですね初の取り組み、はい、初じゃないんですけど、うん、地元の飲食店からですね、はい、そういったブースも、うん、出てもらうということで、はい、でちょっとその取りまとめを委員長としてやらして、ね、はい、さんがいただいたんですけど、はい、なんかすごいね、ちょっとちらっと聞いたらすごい大変だった、そうじゃないですか。そうめちゃくちゃもう大変だったのが、うん、結局ずっと敵屋さんにお願いしてたところを、うん、まあ、地元 の, その飲食店が出店するっていうのが、うん、なかなかうまく共存共栄できなかった歴史があって、はい、っていうのもやっぱり地元のそういう飲食店の方がお祭り出てくとすごいやっぱ安い価格で販売して、うんうんうん、まあ、ちょっと利益還元みたいなところがあるんですけど、敵屋さんはやっぱり そこに生活もかかってますし、やっぱりそれなりの思いを持ってやってみえるので、なかなかそこで喜んでもらいたいっていうことの、まあ、ちょっと方向性がなかなか合わないというところがありまして、かといってでもやっぱ地元のそういった飲食店の方も協賛金とか、まあ、実際ボランティアで活動している方もかなりの人数見えるので、なんとかそこを融合して共存共栄して、いい空間が作れないかということで、ちょっとですねそういった露天商の方とも協議、話し合いを重ねて、まあ、こういう形ならいいんじゃないかっていうのをずっと模索しながらやってきて、それがですね今年本当初めてこういった形で実現できるんですけど、初めてだったんですか。それはじゃあ長年結構毎年毎年リベンジしつつ話し合いしたけど、今年ダメだダメだっていう感じだったってこと、まあ、そうですね、多分関係者の人聞いてないと思うんで言うんですけど、もうまずはその主催者側がもう揉めたくないからやめてくれみたいな、ああもうそこでストップかかっちゃってたんだそう、あ、なるほどね。で僕らも飲食店やってるんで、でもそれはおかしいんじゃないですかっていう話をすると、じゃあその露天商の人が文句言ってきたら誰が受付するんやみたいなところで、いやそれぐらい別に自分にありますけどっていうところから、すごい、はい、どこぎだわ、すごい、まあそのロケーションの方も決してそのケチつけたくて言ってくるわけじゃないので、やっぱそちらのプライドだったりとかね、まあ、歴史がやっぱねそのもあるし、そう、それやっぱ祭りが盛り上がってない時代からずっとそれ盛り上げるために何十年やってきてるのがその敵屋さんなんで、やっぱりそこきっちりお話を聞いて、どうやったらまあより盛り上がるかっていう話をさせてもらったんですけど、要するにやっぱお互いにまあウィンウィンになるようにっていう、だからそこは金蔵さんがさ間に入ってじゃあどっちも納得のいくようにっていうのをもうずっと頑張って話をされてたんですよね、はい、まあそうですね、まあ、けどそんなに難しい話じゃないというか、まあ、ちょっと話せば分かってくるみたいな、そうですね、というかやっぱりそういう話会話しないと分かんないことがいっぱいありますし、結構ね今本当にこう一方的な形で、そういうお祭りからその露天商の方排除しようみたいな、ニュースにもなってるんですけど、そういう動きとかもこうあったりとかして、でそれは良くないと思うんですよね。やっぱお祭りって敵屋さんなんで、子供さんから大人さんまですごい楽しみに見える方がいるんで、やっぱりじゃあより持続可能な形でそうやってずっとやっていこうと思うと、やっぱより良い形を取っていかないと、はい、確かにいかなっていうのが、昔はそれこそやっぱりもう入れ墨とか丸見えの人が焼いてたりとか、やっぱりちょっとそういう風な格好でそこカッコしてたりとかっていう時代があったんですけど、今全然そんなことないので、はい、やっぱりそこ商売できちっとやって見える方の方が多いので、そうですね、いや確かにその通りです、ね、はい、そこら辺はうまく、だから今回はじゃあ金蔵さんがねもう本当にうまく取りまとめていただいたおかげで、まあまあそんな大したことやってないですけど、いえなのでね今回は私もねそこに乗っからせていただきまして、はい、ね、出店させていただくことになったんで、まあこれを機にまあ毎回ねちょっと商工会蟹市の商工会と青年部にはね一度入ってたんですけども、はい、また私も入り直させていただいてまして、今回を機にまた、そうですね、お願いしますっていう感じなんですけど、はい、これがそうですね、まあ、市役所のマップなんですけど、なんか触ってるとか言ってるけど分かんないけど、なんか変なの出しちゃってる私、あ、じゃあ一応ねここの川のところで花火が上がるんですよ、あ、この川ね、この川沿い市役所のからの目あたりですかね、そうですね、市役所のもう本当に川沿いに市役所があるんですけど、ちょうどねピンが刺してるんですけど、
そうで、ピンのね、うん、川の反対側で、あの飲食店ブース出るので、あ、あの自分たち の、はい、まあ、私も参加させていただくブースが、あの緑のあたりですかね、なんでその市役所のピンのもうちょっと 下側ですかね、総合会館東側の駐車場なんですけど、あ、そうか、総合会館、うん、なんかそっか、もうなんか本当そのあたり一体ですもんね、海向こうと海、そうですね、もう その川の、うん、市役所側と全体的にお祭りのエリア、そうです、で、まあ、歩行者天国になってて、はい、そこに34店舗、38店舗並んで、はい、一つ駐車場のスペースが、はい、まあ、そういった露天商と地元の飲食店が出るブースになってて、そこに飲食スペースも作って今回、うん、あのそこで飲食できるようなスペースもありますので、はい、そうですね、はい、あの金蔵さんはあのあれですね、あ、なんか写真もらってたっけ、 ありますよね、なかったかな、あの金蔵さんのブースの時、いや、ブースね、実はうちは出れないんですよ、あ、金蔵さん出さないんか、あのメンバーもボランティアで3日間拘束されるのでマジっすか、はい、あのもしかして交通整理とかのやつ、あとか、まあ一通り僕は取りまとめでその現場で、うん、あの出店のお手伝いとかをするんですけど、あ、そういうことですね、私金蔵さん出るもんだと思ってたから、はい、で、まあ、その中で実は今年、はい、あの予算足りなくて、うん、で青年部ブースっていうのを一つ作って、はい、あ、書いてましたね、あ、そうです、まあそこであの人員配置したり、はい、まあ、準備して、はい、あの食材とかもそこに手配をして、はい、でそこで上がった収益はもうこの花火大会で、うんうんうん、あの足りない予算の補填に使うっていう形で、なるほどですね、そこの責任者当日はやってますので、はい、販売はあのお手伝いするので、はい、あ、ぜひ、じゃあいてくださる、まあ、いてくださる、あ、そうですね、ずっとそこにはいます、その隣の隣が多分私のブースで、あ、そうですね、はい、あの、はい、ちょっとじゃあサトウキビのスポンサーさんの商品を売らせていただくんですけど、まあ、ちょっとねやっとねその金蔵さんに紹介してもらった、山川さんというね、あ、はいはい、どういう会社なんだっけ、広告代理店、あ、広告代理店さん、うん、にを紹介していただいて、そのサトウキビスにパッケージのイメージを使ってそのまんまちょっとやってほしいっていうのでちょっとやり取りして、まあ、これがのぼり旗ですね、ちょっといい感じに、ね、めちゃめちゃセンスいいですね、うん、山川さん、うん、やっぱね、あんまり言わなくてもさ、あ、もうすごい、もう、あ、ここみたいな、なんかマッサージしててさ、うん、あ、ここここそうそうそうみたいな感じの、本当めちゃめちゃいいセンス、本当で分かってくれる、あ、そうそうの、それだよみたいな、この方もね、うん、四国の徳島から出て見えて、はい、そう、縁もゆかりもない土地で起業されて、うん、お父さんもお父さんとも飲み友です、え、そうなの、うちのお父さんのこと知ってるんだ、知ってますそれ、え、知ってる、私がそのお父さん、私がこの前初めて会ったけど、お父さんの子供ってのは知ってるのかな、いや、それはご存じないですね、じゃあびっくりするでしょうね今度いいよそう、結構ね、蟹市では結構知れ渡ってるからお父さんに言われるのよ、お前、私、俺のこと言うなって関係なく言うけどそうですね、そうそう、数少ないね、うちのお父さんとお母さん知らん、ね、これが今回のその弾幕、テーブルに敷く弾幕、うん、その上り旗と同じような感じでね作ってもらって、うん、やっぱさ、なんかいろいろ聞いたけど、こういうなんかこういったなんかセレクション推奨品みたいな、まあ、書いてあるんですけど、その商品にもやっぱそういうのは出した方がこうお客さん向けもいいよみたいな、うん、なんかいろいろ露店やってる人にアドバイスもあって、うん、でちょっとそこ目立つようにとか言ってて、お願いしますとか言って、もうその通りにやってくれて、で次じゃあお願いします、これね、はい、これがサトウキビのその物、そのまんまの現物を、まあ、売るんですけど、でそれがちょっと聞いてくださいよ、私もハプニングがあってで、この500ミリリットル4ケース12本入り4ケースと180ミリリットル2ケース、何本入りかな、まあ、4ケースが届く予定で、うん、はいはい、28日に発送しましたって言ったのに全然来なくて、はえってなって、うん、で昨日一昨日かな、連絡取り合ってるんですけど、はい、そしたら今台風すごいじゃないですか、あ、はいはい、でちょっとそれで多分もう止まってるから、もう今届かないんだったら、うん、もう多分止
まってますみたいな。マジですかみたいな。ってなって、なんか甲子園も沖縄の選手到着遅れたみたいなニュースになってましたね。そうなんですか。はい、うわ、けどなんか無事着いたみたいなんで。あ、そうなんですよ、多分大丈夫です。大丈夫かな。だから私来週さ間に合うかな思って、でもあと1週間あるからね、まあ、よっぽどね、まあ、なんかそこに間に合えばいいんですけどね。だそういったちょっとトラブルもありつつの感じで、はい、あ、じゃあ次のこれがもう、ね、これがドリンク、うん、あの当日ね、あのお店で、カニ祭りの時に出させてもらう4種類なんですけど、うんうん、もうぜひぜひ私の中では、うん、あのこのサイダーにアイスぶっ込んだスペシャルドリンクが一番おすすめ、うん、いえ、ぜひ皆さん買ってほしい、はいはい、じゃあ次がでこの成分表ね、うん、もうこれ見せたいみんなに、もうこんだけサトウキビのこのカルシウム、マグネシウム、カリウムはこんだけ普通のお酢よりいいんだよみたいなね、はい、なんか何人聞くのって言われたら分かんないけど、おけなんかすごい結構ね当日、うん、あの青年部のメンバー50人ぐらいいるんですけど、うん、みんなあの、うん、本当疲労が半端なくて、うん、本当に、ね、労働基準監督署が入ったら一発アウトなんですけど、1日20時間ぐらい拘束それやばくない？やばいでしょそれやばいって本当にマジで、うん、でなんかそれがもう当たり前になってて、うん、えそれ寝れるんですか？一応寝れるけども仮眠ぐらいで、えそれやばいわ。だからね昼間あの、うん、栄養ドリンク代わりにぜひぜひしたらあのよく寝れると思います。いいと思う、いいと思う、みんなこれで健康毎日健康、サトウキビ酢だから、うんうん、マグネシウム、カリウム、なんだ、カルシウムたっぷりなんでね、皆さんこれで健康予防、あ健康予防じゃないわ疲労回復してくださいということで、はい、はい、で、まあ、今回カニ祭りでは出さないんですけど、この豚軟骨トロトロ煮っていうのをサトウキビ酢を使用したあの商品を今あと別のとこで3カ所かな、あの岐阜市でやるんですけど、でその時にこれも売る予定なんですよ。で今後ちょっと私も露店はイベント系参加していきたいなと思って、その歌の広げたりとかね、そのイベント責任者の人とか知り合えば、あじゃあ今度来年歌お願いとかっていう話もなりうるじゃないですか。歌もやってますということで、人脈拡大も兼ねてスポンサー商品も売り出しのためにっていういろんな意味でやっていきたいなと思ってるんで、またあの金堂さんももしねそのご一緒に何かイベントあった時はぜひ声かけていただけたら。そうですね、定期的にうちも出て行ってはいるので。あ本当ですか、はい、ちょっとお願いしたいなと、うん、はい、思います。一回ねまた本当あの金堂さんにも食べてほしい。あそうですね、ぜひ食べてみたい、ね、うん、まずあのサトウキビ酢がさ届かないことには本当にもうびっくりしちゃって、いやでそうなのよ。あそんな瓶止まってるんだ。うん、止まってるらしい、うん、もう今どうなんだろうね、もう台風過ぎたのかな、なんかまた次の台風が今発生してるみたいで。今、はい、現在進行中ですか？そうですね、それがどうやろう、うん、ちょうど祭りの時期大丈夫かなみたいな、うん、今日グループライン流れてたので。あら、うん、大丈夫ですか？まあよっぽど大丈夫と思いますけどね。雨天の場合は、まあ、ちょっと花火は置いといて、イベント的にはやるんですか、うん、イベント的にはまあ本当その、うん、小雨なのか台風なのかで、うん、去年はもう1日中心して、うん、あの1日開催にしたりした経緯もあるので。なるほど、じゃあまあもう臨機応変に前日にしか決まんないですね。あそっか、はい、そこは仕方ないですね、もう自然のことですからね。だからもう私もその連絡やり取りしてて、うん、28日発送したって言ったじゃんと思ったけど、うん、まあそればっかりはしね、自然災害だからね、うん、仕方ないなと思って、うんうんうん、まあまあ12、13に間に合えばもうこの時はねもう金堂さんにはいろいろちょっと本当にサポートいただいて、はい、ね、ちょっとテーブルとか椅子とかも上いただいて本当にありがたいんで、それは本当にありがとうございますそう、ね、こんだけ金蔵さんとさ話したって本当初めてですよねそうです ね、 ねそれこそだって何年前だろうね、もう10年10年以上は絶対経ってますもんね。うん、そうですね、お店やって13年、うん、最初お母さんの方が多分先で、そうですね、もう牧さん11年、うん、多分その 2、3年後ぐらいに多分私が、そうですね、
と出会わせてもらってると思うんで、うん、なんだかんだね、うん、そしたらまさかそのお父さんとお母さんがねまあ私のお父さんとお母さんは別々の人生を歩んでいるのでここでつながってしまってすごい面白いね。さっきも話盛り上がっちゃってたけど。そうですね、そうなんですよ。どちらとも一緒にお酒飲ませていただける関係すごいですよね。私よりあの多分金蔵さんの方がうちのお父さんとお母さんのこと知ってると思うね、はい、ね、だから私がさっきさ、いや実はさうちの母さんとかってお父さんはこういう感じらしいけどって、うんうんそうそうそうってあ知ってんだみたいな本当にね、いつかちょっとね金蔵さんと私とねちょっとお父さんとっていう感じでね、面白そうですね。面白そうね。どんな空気になるんだろう。うん、リンクサイドであの、うん、お父さん見れるから嬉しい感じ普段の知らない一面を ね、だって25年ぶりの再会でしょ。そうそうそう、あのそうなのよ。だから私が10歳の時からに、うん、まあいなくこうあれでずっと会ってなくて、あのおばあちゃんがね、まあ、去年の年末に、まあ、ちょっとこうねもう空に天国に行かれちゃったんで、その時に宮崎なんですけど出身が。でカニで私は美濃加茂で、でお互い隣町に住んでるのにもう会ったことなくて、でもつながってて金蔵さんもつながってるし、私もお父さんの連絡知ってて連絡するけど全しかとねそのそれが10年続いて、で去年年末やっとその宮崎のそのね、あのその時にお会いできてちゃんと話したのは25年ぶりっていう感じで、うん、うんね、本当面白い関係ですよね本当ですね。いやちょっと本当金蔵さん交えて話したいぐらいなんだけどな、あ、まあ、それも実現したらな。ちょっとお父さんにあの5000、1万円コース、1人1万円コースでちょっとね金蔵さんにお願いして、ちょっと特上のお肉用意して、そう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 ちょっと語ろうぜって言って行ってみますね。仕事されるかもしれんけど、はい、ぜひ。いやもう本当にね、うん、あの面倒見のいい方で優しいですし、うん、僕もすごいお世話になったので、うん、あ、はい、でもそう言ってもらえるとなんか娘としても嬉しいです。うん、なんか、はい、お父さんねすごいいい人だよってみんな言ってくれるから、そうですね、うん、本当にちょっと鬼伝してやろうかなでもしたのよこの前、金蔵さん連絡した日やったのに、その時にお父さんに電話してやろうと思って、はい、あの何回か電話したんですよ、はい、したら珍しくかかってきて、でもしもしって言ったら、はい、お誰やって言ってえっていやえ夢だよって言ったら、あーっつって番号名前書いてらんから誰やと思ったかと思ったわみたいな言われていやいや取る娘の電話番号から登録してけよと思ってでこんな時間かけてきてもうなんか仕事のなんかかと思ったやないかって言われて、うん、着信拒否してやろうかなってボソって言ったから絶対ダメだよって言って娘の番号消しとんなよみたいないや多分照れ隠し仲いいね許す許すまあそんな感じで、うん、またちょっとね金蔵さんと今お祭りやるよって時はその時は行ったんで、うん、もうお父さん来てよって言って、であとスポンサーなってよって言ったら、うん、もう大変なんだわみたいな、まあええてまあええてみたいなちょっと言ってたけどねそうね、はい、あじゃあちょっとねここでじゃあ一旦またあのもう一個のいいですよ、大丈夫ですよ、 CM を挟みますか。はい、いや面白いもうね、お父さんと交えたらどんな話になっちゃうんだろうね、木戸さんね。僕多分開始5分ぐらいは喋れないから。本当？これちょっと気まずい感じこうやって。まあ僕気まずくはないけど、うんうん、なんか見て喜ぶ。どんな感じで喋るんだろうみたいな。うん、はい、じゃあ準備できたのでお願いします。これ2種類あるんですよ、その歌の。沖縄南城サトウキビスと毎日健康サトウキビスバーズがあって、あ、はいはい、そう2つ作って、はい、ということでね、今日はね、まあ、そのお祭りの話と金蔵さんのね鉄板焼きの話で盛り上がったんですけど、うん、一応ね私の番組の趣旨としてはあのメモリーズシンガー夢としてその思い出の歌をこう提供するっていう番組なんですね。なのでちょっと金蔵さんにせっかくなんでね、その金蔵さんにとっての思い出の歌、まあ、いろんな意味で、うん、もうこれを聞くとキュンとするとかさ、ほろ苦い思いになるとかさ、だからそういう曲って皆さん1個はいや2個とかあると思うんですよ。うん、
で金沢さんにとってそういった歌ってあるのかなっていうのをお聞きしたいんですけども。あ、はい、うんうんうん、今ずっと考えてたんですけど、うん、まあ、それは大体女性関係ですよね。やっぱそうですよね、うん、そうなるよね。なんですけど、うんうん、本当にね、うん、あんまりないなくて、なんだろう、まあ、割と人の波の恋愛というか、うんうん、だからそんな大失恋みたいなのもないし、うん、そんな大恋愛もそんな長く、うん、でまあ何がいいかなと思うと、うん、結構、うん、僕21の時にオーストラリアに行ったことがあって、3ヶ月ぐらいなんですけど、はい、けそうなんです。その行く前に、うん、通ってた飲み屋さん、うん、はい、で飲み屋さんというのもそういうスナックとかじゃなくて、うん、昔ながらの男性が一人でやってる、うんうん、バーとは違う、うんうん、ちょっとなんか大人の社交場みたいな飲み屋さんで、うん、その方がたまたま先輩がやってみえて、うん、で行くと毎回すごいお値打ちに飲ましてもらって、うん、客層もすごい良くて、うん、3回行くと1回はなんかその隣り合わせお客さんがおごってくれるんですよ。え、めちゃ良くないそれ。そすごくない、そんな店ある。そう、はい、で、うん、でもまあその女の子連れてったり、うん、その人友達連れて行ったりするんですけど、うん、でそこで仲良くなった方とかに、うん、本当いろんなその大人の作法を教えていただいて、あ、飲み方ってこと、飲み方とかルールというか、まあ、女性と来たらお金は一切出させるなとか、うん、後輩と来ても一切出させるなと、うん、で今日は俺はお前より先輩だから全部出してやる。おだけど、うん、自分がこの年になったら必ずそういうことをやれる大人になれよみたいなことを教えてくださる方、うん、でまあ、その中にその人を楽しませるためだけに、うん、マジックを練習してる方がいて、うん、でいつも面白おかしくこういろいろお話ししてくれるんですけど、うん、ただまあ来週からオーストラリアちょっと行ってくるんですって話した時に、うん、まあ、エールっていう方を、待って、エールって何個かあるけど、うん、小袋、あ、そうそう、うん、小袋のエールか、そう、どういう歌だったっけな、あったよね。でその歌を歌ってもらって、うん、でその時に、うん、なんかふとこう、うん、ああ、なんかそのオーストラリア行こうと思ったこととか、うん、まあ、その後の人生もずっと続くんですけど、うん、なんかそういう一期一会でそこで会って、うん、その歌歌ってくれた方とか、うんうん、あ、なんかすごいいい経験をさせてもらったなと思って、うん、で今自分が商売やってて、うん、まあ、さっきのその青年部の活動もそうですけど、うん、その前はJC って、うん、青年会議所でやってたんですけど、うん、まあ、結構そうやって昔大人の方に可愛がってもらって、はい、いろんなご縁とか、はい、まあ、勉強させてもらった分、うん、まあ、自分がこの年になったら、まあ、地域だとか人に対していろんなことを返していかないといけないなみたいなことが結構根幹にあって、うん、まあ、そんな大変なことってよく言われるんですけど、まあ、昔してもらったからそれ、まあ、返していくのは当たり前かなみたいな感覚で、やれてるから、その時してもらった人たちっていうのにすごい感謝してますね。素晴らしい。もうそこがベースになってるんですね。その今のその金蔵さんのそういった還元しようとかっていう、その短い時間だったかもしれないですけど、すごいじゃあ濃厚な、うん、そうですね、濃縮された時間で、はい、うん、すごい温かな人たちに囲まれて、うそうですね。未だに帰ると必ずそのお店行くんですけど、広島のね、福山市にワトソンっていうそのお店があって、はい、まあ、そのマスターが松尾さんって方で、はい、まあ、その方の周りもなんかそういう素敵な人がいっぱいで、はい、うわ素敵、いや今思えばその年になったなと思って今、そうなの。その方出会ったのがその方42歳の時とかなんで、うん、で僕も今今年43に、はい、なんで、そういった年になって、はい、逆に還元するというもうその時のね教えが自然と、まあ、足りてるかどうか分かんないけど、もう十分足りてると思います。だって今回もね、はい、その実行委員としての統括としてやっぱそうやって取りまとめてくださって、みんながおかげでこうやってさ、夏祭りでね、いい形で出展できるっていう、ね、でそうですね、晴れてほしいですね。ぜひね、そこだよな、やっぱみんなテレテレ坊主作ってあったな、そういえば。いやぜひぜひね、もうそこまず晴れてほしいってのもあるし、まあ、これがねうまく成功して皆さんに楽しんでいただけるといいですよね。そうですね、はい、本当に、いや素敵だからさ、その今の話聞いてすごい思ったけど、私にとってのその故郷っていうのが、やっぱその
皆さんのでしょ、その金蔵さんだったりとか、うん、のなんだっけその、ま、ママさんとか、ママナナさんね、はい、ナナのお世話になった男子なんですけど、うん、とかやっぱあの商工会のメンバーの皆さんとかっていうのは、うん、まあ、カニはいい街ですよね、本当、うん、素敵、うん、だから私も帰る時は帰って、まあ、飲み会みんなでね、うん、あのもともと元青年部の人たちと集まってあの飲んで、で7行ってわーみたいな感じでやってるんですけど、うん、なんかその金蔵さんの話聞いてたら、あ、私にとっての国境はカニだなみたいな、美濃加茂住まいですやったけどね、うん、まあ、そういった居場所ってでも大事ですよね。そうです ね、 なんか心のこの、あ、まあ、音楽でもそうだけども居場所っていう、なんかいつでも帰れる場所っていうね、うん、はい、ということで、もうあっという間だったけど、はい、はい、本当に、ね、ということでね、あの、まあ、金蔵さんのお店、カニ市にある金蔵さんのお店、そして、8月12、13日はカニ祭りっていうのがね、あのカニ市役所周辺で行われるのでね、皆さんあの天気が良かったらもう結構、もう絶対結構するので、ぜひぜひね、あのおいでください。私のサトウキビスのね、あのお店もぜひぜひドリンク売ってます。購入してください。よろしくお願いします。あと何か言いたいこと大丈夫ですか、金蔵さん。そうですね。まあ、蟹市って結構500メートル四方に、あの飲食店とか飲み屋さんとか全部あのそこに密集してて、そこにビジネスホテルも3軒あって、まあ泊まれるような、はい、場所で、本当にご飯食べてどっか飲みに行って、で、まあ、その後バイ行ったりラーメン食べ行ったりとか、その本当しやすい街になってて、結構あのよそから名古屋とかからも遊びに見えた方とかもすごい喜んで帰られるので、うん、ああそれは素敵、はい、じゃあね、ぜひこういう方泊まりで遊びに、はい、来てくださいということでね、はい、はい、またじゃあぜひ遊びに来てください、はい、わかりました、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、では皆さんまたね、バイバーイ。